ご紹介します。高野さんさです。さんさ、こちらは入江京介先生です。どうも入江と申します。萎縮しなくて結構ですわ。高野とお呼びください。恐縮です。この度はお引き立ていただき深く感謝いたします。どうぞおかけになってください。南沢症候群の資料を読ませていただきました。いかがでしたか。その非常に驚くことばかりでした。確かに今日の医学の暗部に踏み込みかねない内容ではありますが、未だ世界で誰も解明していない神秘という点で知的興奮を抑えきれません。私こそ驚いております。入江先生ほどの博識かつ経験豊富な方が責任ある地位も仕事も与えられず、医局の片隅で飼い下ろされているなど、これは医学界の重大な損失と言わざるを得ませんわ。
私ごときでよろしければ、この度の話ぜひ引き受けさせていただきたいと思います。ありがとうございます。入江先生ならばきっと良いお返事をいただけると信じておりました。当方もあなたのような専門家を迎えられ、とても助かります。しかし私などが所長でいいのでしょうか。それは高野さんがやられた方がよろしいでしょう。私は単なる医者にすぎません。人の上に立ったことなど。ご安心ください。それにつきましては私も全面的にサポートいたします。トップは制服ではなく背広からというのが上の希望でもあります。お気に召しませんか。入江所長という呼び名が。いえいえ。いや、しかし、現在雛見沢に研究施設を建設中です。表向きは診療所ということになっています。入江先生にご快諾をいただけましたので、入江診療所という名前にいたしましょう。一国一城の主とはもったいない話です。あと身分を陸自で預かることになりますので、先生の席は陸自の遺憾という扱いになります。私の上司ですので二佐の階級になりますよね。入江二佐という呼び名はいかがでしょう。私は軍人じゃありません。二佐という呼び名は遠慮させていただきたいものです。所長だって恐れ多いくらいです。いやいや。以上です。就任おめでとうございます。入江所長殿、サンサ、宣誓書へのサインを終わりました。ありがとう。これからよろしくお願いいたしますわ、入江所長。こちらこそよろしくお願いします。高野さん、仲良くやりましょう。私も全身全霊をかけて頑張ります。こちらこそ、お互い最善を尽くしましょう。それはよかったよかった。おめでとう高野さん。え、高野さんさでしたかな。これもすべて先生方のお力添えがあったからこそです。高野美代、
皆様に心より感謝させていただきます。まあまあ、高野さんに本当の意味でおめでとうが言えるのは研究が成功に終わった時ですな。ようやく入り口にたどり着いたに過ぎませんよ。おっしゃる通りです。寝る間を惜しんで研究に身を投じていく覚悟です。高野先生が成し遂げられなかった、さらにその先へ至られることを私ども一度楽しみにいたしておりますぞ。まあまあ先生、今日はそういう堅苦しい話は抜きにしましょう。今日は高野さんのこれからと EA 機関の設立を祝って乾杯と参りましょう。乾杯の前にご挨拶申し上げます。厚生省の永田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ああ高野さん、彼をバシバシこき使ってやってください。彼のところの研究所は入江機関のバックアップをしてくれます。技術的に困ったことがあったらいつでも頼ってやってください。こき使うだなんて、そんな、こちらこそお世話になります。高野と申します。どうかよろしくお願いします。高野さん、こちらも紹介しましょう。陸地から出向の富武くんとおこのぎくんです。陸地側からのバックアップをします。ぜひご挨拶させてください。はじめまして、富武と申します。この度のプロジェクトの監査役を仰せつかりました。どうかよろしくお願いいたします。私は直接は雛見沢に赴きませんが、定期的にお伺いして研究の進捗管理などをさせていただくことになります。あら、それは残念ですわね。雛見沢は空気も良くて自然も素晴らしいところですのよ。ぜひ仕事以外でも気軽に遊びにいらしてくださいね。ありがとうございます。そうさせていただきます。おこのぎと申します。よろしくお願いいたします。彼は不正規戦部隊の一つ、山犬の隊長です。雛見沢に常駐し、三佐を直接サポートします。ボディーガードみたいなものと思っていいのかしら。要人護衛、機密保持が主な任務です。三佐の直接の手足となりますので、どうかこき使ってやってください。よろしくお願いします。さあさあさあ、挨拶はこれくらいにして早く乾杯に移りましょう。さあさあ、富武君も足を崩して、今日は入江機関の前途を祝して無礼講で参りましょう。
それでは入江機関の設立と高野美代君の今後ますますの発展を祈願して乾杯に移りたいと思います。先生、音頭をお願いいたします。
様のバカ、どうして、どうして私がこんな目に遭わなくちゃならないの。私が何をしたの。何もしてない、ただ普通に生活してただけ。そんな私がどうしてこんな目に遭わなくちゃならないの。人生はいいことと悪いことと2つあって、どちらも長続きしないってお父さんが言ってた。ならこれだって長続きしないんだよね。いつまでも私はこんなひどいところに一人ぼっちじゃないんだよね。ねえ、そうなんでしょ。私は十分辛い思いをした、十分すぎるくらいに。これまでがそれに見合うくらいに幸せすぎたなら、この不幸を甘んじて私は受けることもあるかもしれない。でもそんなことなかった。私は普通の生活をしてきたに過ぎない。それが幸せじゃなかったのかと言われたら、確かにそれは幸せだったのかもしれないけど、だからってそれの裏返しがこれではあまりに見合わない。もし私の運命が神様の何かの間違いだというのなら、もう私を解放して、これで私の不幸を終わりにして、私を今日までの不幸に見合う幸福に導いて。でももしこれが私に与えられた運命で、このまま私に生涯を終えろというのなら、こんな人生いらない。私を殺してよ。その雷で私を打ちつければいい。落雷で殺されてしまうという最後の不運を私に見舞えばいい。さあ試してみなさい。私の人生を無慈悲に奪ったように、その雷で無慈悲に私を打ち据えればいい。さあ殺せ。悲しみよこはここにいる。私のお父さんとお母さんを奪ったように、私の命もここから奪え。もし私を殺し損ねたなら、私の運命をひっくり返してみろ。哀れな子。
お父さんが死んだら高野先生を頼りなさい。高野一二三先生だよ。行ってみなさい。高野一二三、そうだ、高野一二三先生だよ。高野先生はお父さんの恩師なんだ。きっとお前を助けるお父さん、お父さん、お父さん、お父さん。もしもし、高野です。あの、高野先生。高野一二三先生ですか？ん？そうですが、どちら様ですか？ごめんなさい。私、タナシって言います。タナシミヨコと申します。タナシさん？はい。あの、私の父に高野先生に電話しろって言われたんです。父は田無武光と言います。田無、ああ田無くん、ああ、私娘です。お父さんに電話しろって言われて。田無くんに何かあったんですか？
父さんとお母さんが事故で死んじゃって、それで高野先生に電話しろって言われたんです。田梨くんがお亡くなりに？そうですか。二人とも？それは本当にお気の毒です。田梨くんは私が大学で講師をしていた時しばらく交流があったことがあります。何事にも勤勉な良い青年でした。結婚式に呼んでもらった時に会ったのが最後だったような気がします。それで田梨くんは私に何と？
Thank you.